の。調子で進めてますね。あ、シャドウがいますね。不埒なやからめ。フロアの雰囲気がまた変わりましたね。強敵を倒した後ですし、何か変？先に行かな。あ、宝箱があります。先手取った。先手を取りました。迷うな。着地をつくには、アイテムが有効ですね。
頼む。カラネミ。これは引き金を。降りられそうですね。姉さんと歩いているといつまでもこうしていたくなります。シャドウがいなければ重く。シャドウがいますね。戻る装置がありますね。僕はまだ行けます。あれって例の扉だよね。私の覚悟。
ペルソナ次で当てます。何が言うこと頼む。わざわざ数えてないけど、まとめてどれぐらい降りたんだろう。カウントしてるよ。伝えた方がいい？やっぱり知ったら余計がっくりきそう。他のと違うシャドウ。なんとか倒したいですね。何が言うこと。見せてやる。山田君が敵をダウン。見せてやる。ペルソナ修正、修正します。の攻撃、私の覚悟聞いてます。大国の次は別の手を。疾風が効かない敵です。他の攻撃方法を。
れがこの相手の全てです。何が言うこと今だ。残り2です。敵を撃破。いいね天野くん。引き金を急ぐ。よかった支援感謝です。状況にふさわしいのは願いの力が強さになるのです。敵崩れてしまうか。締め付けたこれが私の願い。回避成功。攻撃を避けました。この状況はナイスです。大国なし。もう少しです。敵一体を撃破です。ペルソナ討伐終了しました。お疲れ様でした。それ光を。
Triple Mass Destruction。やらなきゃ。来て！
上手によけました。これが私の役目。さすが姉さん、前段発射です。姉さんに役立つのは私の願い。おペルソナで頼む。カラネミ弱点にヒット。パラダ君その調子。引き金を負けない。私の覚悟、ペルソナ男が入ってる。あれって一体何なんでしょうね。あの手なんか苦手なんですよね。姉さん敵です。あいつ普通のやつと違います。のようですが、どうしますか。少々です。先行きます。集中して狙いましょう。この場面なら負けない。ペルソナで勝負しよう。ペルソナで勝負しよう。ペルソナナイスダウン。ペルソナに役立つのは私の願い。レプスの攻撃、決断の時です。ペルソナ発動。敵みたいを撃破。召喚
敵全滅。皆さんの勝利です。お疲れ様でした。先に進めますね。タルタロスの内部、特殊装備なしで人が入るのはまだ2例目ということだが、シャドウに通常の武器は通じん。装備など気休めだ。ここにおるものはわしらの研究所で適正を開発されとる。十分だ。もっとも食われたとてそれはそれでデータになるがな。まったく、エルゴ圏の生き残りには変人しかいないのか。それにしてもご当主、よろしかったのですか、そのご令状を伴われて。構いません。私自身が望んできたのです。聞いての通りだ。そうですか、差し出たことを申しました。おい、どうした。これはまだ適正の人工的な開発には改良が必要か。ご当主、お嬢様、後ろへ。あれがシャドウ。こいつ、ご当主、お嬢様。お父様。見たか、見たか、今の力、ペルソナだ。やはりペルソナを扱える人間は存在する。ミツル、お父様、よかった。素晴らしいですぞ、ご令嬢。さすがは唯一の適正自然獲得者。これでこの先に光明が見えましたな。何を喜ぶか。これでもうミツルは食材の定めから逃れられない。一番輝いている年頃、我々の負の遺産に縛られて生きることになる。何が光明なものか。心配なさらないで、お父様。私が望んだことですから、お父様は私が守ります。ミツル、今のって先輩の。ん？ああ、マナ先輩、どうかしましたか？
あ、いや、すまない。ただ、その、お父様を、まるで、まだ生きてるみたいに、目の前で見て、つい、な。先輩。にしても、子供の頃の霧城先輩、可愛かったっすね。なんだいより、まるで今は違うみたいな言い方だな。あ、いや、違う、そういう意味じゃ。勘弁してくださいよ。そうか。ちょ、やっぱり、私の考えてた通りみたいです。今まで見てきた過去の場面、最初のだけは戦いの準備って意味だったみたいですけど、それ以外は、なんていうか、共通点があるような気がするんです。わかりませんか？なんとなく。ああ、なんとなくだがな。この扉ももう5つ目。目指す発生源にだいぶ近づいてきてるはず。あ、そうだ。思い出しました。伝えることがあったんです。霧城先輩が見つけてくれた機械とか書類とかありますよね。調べてみたんですけど、あれって生前の理事長が隠してたものみたいで、ほとんどが10年前の事故前後のもので、多分処分を避けるために隠してたんだと思います。で、そこに時の狭間のことを書いたらしい手記なんかもあって。本当なのか？もしかしたらここがどういう場所なのか、もうすぐわかるかもしれません。徐々に山場が迫ってきてるって感じですね。先を急ぎましょう。そうだな。あのな。
あ、そうだ。Yeah.
あのさ、
いや、それは私は頼む。